はい、皆さんこんにちは。樋口金物彦です。今回なんですけども、今回のお話、ハイパワー機に使う刃物についてちょっとご紹介したいと思います。おかげさまでシュレッダーブレードとかね、ナイロンコードは大型機で使うと、効率がいいですよっていうご提案をさせていただきました。そんな中ですね、問い合わせも様々増えてきました。この秋口になってね、ナイロンコードでは枯れないっていうことで、鉄板刃、鉄刃で何がいいか。FS120-250 だったり FS240 とかね、まあ FS311 はもう穴径が違うので、ね、取り付けられる刃物っていうのは限られてしまうんであれなんですけど、 25.4mm の穴径のハイパワー機ですね、どういった刃物を使えばいいですかっていうお問い合わせも増えてまいりました。はい、と言いますのも、ハイパワーすぎることで、チップ層を軽量にするために穴がいっぱいついたチップ層が非常に危険になるんです。スチールでも、販売しておりますけどね、このように穴が開いたもの、穴が開いてないチップ層、もう重量が全然違います。はい、でこちらのね、確認はね、ぜひ、していただきたいので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、96ページ、97ページですね、こちらの、確認をしてください。このカタログのね、リンク貼りますんで、96、97ページのね、このチップ層、刃物、ナイロンコードとかの適用のね、ところを確認していただきたいと思います。穴抜きのチップ層はハイパワー機には適用外になってます。と言いますのも、やっぱりね、速い回転で、かなりのパワーがあります。速い回転で石とかブロックに思いっきりぶつけてしまった時に刃が割れてしまうリスクが穴抜きチップ層にあるんです。こちらのタイプ、はい、軽量機 24cc 以下ですね、まあ、FS26 以下たちのパワーであればそんなことは少ないんですけど、まあ、30cc 以上になると1.5倍から2倍近くの出力になってきちゃうんですよ。そういうパワーがあるものたちで、こういった穴あきチップ層ハードにね、石とかブロックとかにヒットしてしまった場合、亀裂が入ってしまって刃が割れて飛んでって足に刺さってしまうとか、怪我させてしまうとか、そのリスクが高まります。実際林業における事故事例なんかでも刃が割れて飛んでったっていう事例は様々あります。はい、というところで、こういった穴あきチップ層はハイパワー機では使わない方がいいです。でこのようなね、穴を開いてない耐久性のあるチップ層刃物、こういったのが、適用になっておりますので、こういったので使用されるのがよろしいかと思います。はい、それ以外にもね、八枚刃とか笹刈り刃とか様々ございます。でちょっとね、サブチャンネルの方の質問に、FS240 で笹刈り刃を使ってキックバックでパイプが曲がってしまいました、もうこれで2回目です、もっと頑丈なパイプありませんかっていうご質問をいただきました。ちょっとそれをね、こちらの方でね、メインチャンネルの方で回答させていただきますね。まあ簡単な話させていただきますと、まずキックバックが起きないように使ってください。キックバックが起きてにもう曲げてしまったのは2回目だっていうことはね、おそらくキックバックが起きるところでもどんどん買ってると思います。キックバックポイント、回転に対してこの、右上45度のブロックですね、ここでも買ってしまってることでキックバックを非常に起こしてしまって、でそれで耐えようとする力で曲げてしまってるんだと思います。キックバックでパイプを曲げる方っていうのはね、大体が男性で力のある方ですね。女性の方とか年配の方、キックバックで曲げたりパイプを折ってしまったりっていうのは非常に少ないです。はい、まあ、ほぼないんじゃないですかね。ほとんどパイプを折ったり曲げたりするっていうのは男性ですね。思いっきり体で振ってやってることで、キックバックで戻す時にも借りたい、かって前に進んでいきたいっていうことで前に進んでって、キックバックで飛ばされた時に力が入るんでしょうね。でそれでパイプを曲げてしまう。はい、で、まあ単純に言いますと、FS240 のパイプではちょっともう難しいかなと思います。 FS311 であればね、パイプ径が太いので FS311 がおすすめっていう格好になるんですけど、笹刈り刃 20mm 径のものがないのでね、なので FS311 ではちょっと笹刈り刃をつけることができないので、もう取り付けることができないので FS240、FS131 同じね、1.5mm 径の肉厚なので、もう大差ないのでね、そんなに、パイプを交換したからといって差もないかと思います。はい、あとはもう結局そのハイパワー機でキックバックで曲げてしまうのであれば、出力を落としたもので
漢木とかを切られるのがいいんじゃないのかなと思います。はい、25、6cc 前後、まあ、24cc とかね、 FS26 とかそのクラスとかでやれるのもいいかもしれませんね。はい、まあ、FS26 でもそうやってキックバックで曲げてしまったっていう方は結構いらっしゃるんですけど、まあ、同じ 25.4 の 1.5 ミリ径の、ね、パイプなんでね、それでも曲げてしまったっていう方とかも非常におります。まあ、あとは結局キックバックをしないように、右側では切らないようにしてくださいっていうお話にしかならなくなってはしまうんですけど、まあ、あとヒントとしましては、笹刈り刃じゃなくてチゼル刃にしてね、径をちっちゃくして、起きるキックバックの出力を抑えてあげるのがいいのかなとも思いますけどね。まあ、そのような使い方を考えられてみてはいかがでしょうかというお話になります。はい、といったところで、ね、FS120 以上のハイパワー機に使っていい刃物っていうことでね、この穴あきチップ層ではなく、こういう穴が開いてない、重量が重いですけど、こういった耐久性のあるチップ層を使ってくださいねというお話でした。もう本当に最近人気になってきたので、ハイパワー機ですね、どういう刃物を使っていいかっていう問い合わせが非常にこの秋口で増えてきたのでね、ぜひ怪我のないように草刈りライフ過ごしていただければと思います。はい、ちょっとここからですね、余談なんですけど、最近ね、当店あの SNS 強化をしておりまして、まあ、当店というか私ですね、はい、あの YouTube の方は YouTube を上げないと強化も何もならないんですけど、 SNS ですね、 Facebook、Instagram、Twitter などですね、あの強化しておりまして、最近ですね、最近というかここ1年ですね、 Facebook、非常にもう使用してる人が減ってるんではないかっていうぐらいね、リーチ数とかも減ってきました。はい、ここの1年で一気に減ったので、ここの 何が起きたのかなというので、さまざま調べてみたところ、やっぱり Facebook はね、かなりね、年配の男の人しか残ってないソーシャルネットワークになってるというお話でした。で、Instagram と Twitter の方はね、 Twitter はもう上がり下がりあるみたいなんですけどね。で、Instagram の方は、まあ、女性の方とか若い若年層向けのターゲットが非常に多いっていうことでね、当店のチャンネルはアダルトチャンネルなので、まあ45歳以上が8割、ですね、55歳以上からがもう6割になるっていうね、そういうチャンネルになっておりますので、やっぱりもっと、若い人たちにもね、見ていただきたいっていうのでね、 SNS 強化を最近しております。はい、なので、あの無言フォローさせていただいてもらったりとかね、そういったのが非常に多くなっておりますけど、すいません、ご了承ください。はい、そういった感じでね、SNS の方も、様々YouTube の情報発信とかをね、していけるようにのと、あとまあ画像だけでね、伝えられることが、そういったのもね、情報発信していきたいと思いますので、ぜひね、そちらの方もね、フォローしてみて、さまざま見てみていただければと思います。まあ、大体同じようなことをね、載せてますんでね。はい、で、まあアメーバブログの方はすいません、 YouTube の更新しましたよっていうね、あの発信にしか最近は使ってないんですけどね。はい、まあ、たまにそのまあ、文字だけの3行、4行ぐらいで済むようなこととかもね、アメーバブログの方とかでもやっていきたいと思いますので、そちらの方もね、フォローしておいていただければと思います。今回の動画、チップ層ですね、ハイパワー機のチップ層のお話と、ソーシャルネットワークの SNS のね、強化をしておりますよ、というご連絡でした。よかったなと思いましたら、高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録お願いいたします。それではまた。